はい、歴代天皇を雑に見るだけの動画、今回は元明天皇を見ていきます。日本の第43代天皇、在位が707年から715年、女性天皇、女帝の一人、諱名はアヘ、アヘの姫御子とも、和風詩号は大和猫天津美代豊国成姫のスメラ御子と、寛風詩号の元明天皇は代々の天皇とともに近江の御船によって遷進されたとされる。天智天皇第四皇嗣女、母は蘇我の蔵山田石川麻呂の娘の姪の逸羅目。持統天皇は父方では異母子、母方ではいとこで、夫の母であるため舅にもあたる。同母子に長屋王の母、みなべの姫御子がいる。大友の王子、光文天皇は異母系。天武天皇と持統天皇の子の日下部の王子の正妃であり、文武天皇と元正天皇の母。藤原京から平城京へ遷都、不時の編纂の詔勅。先帝から編纂が続いていた古事記を完成させ、和道開珎の鋳造等を行った。天武天皇8年、679年、19歳、1歳年下である甥の日下部の王子と結婚。天武天皇9年、680年、20歳、日高の姫御子、44代元正天皇を授かる。天武天皇10年、681年、21歳、日下部の王子が皇太子となる。天武天皇12年、683年、23歳、カルの王子、42代文武天皇を授かる。天武天皇15年、686年、26歳、天武天皇が崩御し、日下部の王子がほどなく皇位を継承する見込みであった。持統天皇3年、689年、29歳、日下部の王子は即位することなく創生した。日下部の王子とアヘの日の維持であるカルの王子が成長するまで、天武天皇の皇后であった宇野の笹田の姫御子、持統天皇が皇位を一時期預かった。文武元年、697年、37歳、カルの王子が文武天皇として即位し、アヘの日は同日皇太子となった。文武天皇11年、707年、47歳、文武天皇が25歳で崩御。残された孫の帯人の王子、45代聖武天皇はまだ幼かったため、長継ぎとして初めて皇后を経ないで皇太子であるアヘが即位した。ただし持統上皇の崩御後、それでもまだ若い文武天皇に政務能力があったのかが未知数であり、母であるアヘの御子が実権を握り、皇太子妃の称号自体が太上天皇、上皇に代わるものであったとする説もある。また、背後には、帯人の王子の外祖父、藤原の夫人の強い影響力があったと考えられる。元明天皇元年、708年、48歳、武蔵の国秩父より、道が献じられたので、和道に改元し、和道開珎を鋳造させた。この時期は大宝元年、701年に作られた大宝律令を整備し運用していく時代であったため、実務に長けていた藤原夫人を重用した。元明天皇3年、710年、50歳、藤原京から平城京に遷都した。左大臣磯の上の麻呂を藤原京の管理者として残したため、右大臣藤原の夫人が事実上の最高権力者になった。一方、陸奥政党計画など
領域拡大も図られた。しかし大規模な労働徴発は不老逃亡を引き起こすとの想定がなされたため、人民の窮乏を調査する巡察使が置かれた。元明天皇4年711年51歳、畜生除異令を発し和道開珎の流通を図った。元明天皇5年712年52歳、諸国の国司に対し利益につく民を気遣う旨の御事の理を出した。同年には天武天皇の代からの勅令であった古事記が完成、献上された。元明天皇6年713年53歳、不時の編纂と公事令、諸国軍号名著公事令、全国の地名を漢字二文字にしようという命令を詔勅した。また後継対策を行う。尾人の王子の異母兄弟である広与の大君をはじめとする、兄弟を親戚降下させ、尾人の王子を文武天皇の唯一の王子とした。元明天皇7年714年54歳、後継対策として娘の日高内親王に将来の皇位継承を見越して職法を加増した。同年6月、尾人の王子が立体し、元明天皇8年715年55歳、合理性を実施し地方の行政単位を整理した。国、軍、合、理にまとめた。後継対策の仕上げとして日高の内親王の本位、親王内親王の位階を一品に昇序させる。さらにもう一人の皇女である吉備の内親王、青年不詳を妃に迎えていた長屋王家を取り立て、高尊2世の待遇とすることとした。これによって長屋王は日下部直系の皇統に対する藩兵、守護、玉よけとしての役割を果たすようになった。皇太子となった尾人の王子であったが、当時の天皇は皇太子として天皇の治世を補佐する期間を一定程度経ることが慣例として求められており、また皇太子は数え15歳で天皇としては若年であった。そこで9月に皇位を預かる後継者として日高の内親王に皇位を譲った。44代元正天皇である。元明は同日太上天皇となった。女性天皇同士の皇位の継承は日本史上唯一の事例となっている。以降も元正天皇を立てつつ政治の主導権は維持し続けた。元正天皇6年720年60歳、右大臣藤原の夫人が病没すると後任に長屋王を任じ、後進体制をより強固にする。元正天皇7年721年61歳、5月発病、10月枕元に長屋王と参議藤原の房先を召して工事を託し、草崎を内陣に任ずる。藤原氏からは僧侶の無知麻呂ではなく弟の草崎を召したのは、二人の父不人の生前に確立されつつあった藤原氏の政治的立場に精忠を加えるものであったとされる。意匠として早々の簡素化を命じて12月に崩御した。享年が61歳。元正天皇8年722年11月に元明黄金の御事として号祀され今日に至る。また和道発見の地埼玉県秩父黒谷に鎮座する聖神社には元明天皇下賜と伝えられる和道政務課で私有一体が神宝として収められている。以上元明天皇を見てきた。教科書的には奈良時代に突入したところ、今まで縄文、弥生、
古墳アスカと時代区分が曖昧であった。アスカの後半には白鳳時代が入っているという教科書もある。そんな中、はっきりしている奈良時代である。行為義務教育でも習う710年平城京。これから天皇の発言が強かったり弱かったり、藤原氏と他氏の争いが起こったりの時代に突入していく。天皇によっては進化の説明で終始する代もあるかもしれないですね。ということで、元明天皇期の世界はヨーロッパから順にフランク王国、ランゴバルド、東ローマ帝国、オリエントから勢力を拡大中のイスラムのウマイヤ朝はイベリア半島まで進出し西ゴート王国を滅ぼす。インドはラージプート時代、大陸は側転武功の治世が終わり元宗皇帝の時代で、いわゆる正統と呼ばれる全盛期を迎える。半島は新羅、アメリカはマヤ文明、ナスカ文明が存在した。次回は第44代元正天皇を見ていく。今回はここまで。